外側室状態は脳の視床領域の一部であり、中枢神経系の網膜から情報を受け取り、視覚情報の処理を行う。LGN は網膜から視神経、視光差、視作を通って直接情報を受け取る。一時視覚やに視方線を通して直接投射する。また、LGN には一時視覚やからのフィードバック入力も多く投射している。 網膜神経節細胞が軸索を伸ばし、視神経として LGN に投射している。左右の LGN は固有の層構造を持つ。ジャニキュレートとは、膝のように折れ曲がったとの意味。人やマカクザルなど多くの霊長類では、LGN の各層の間に神経網があり、LGN ニューロンの各層が、ケーキ、神経網がアイシングとなって、互いを挟み込む。 サンドイッチ状内子は、ケーキ状の構造となっている。人やマカクザルでは、LGN は大細胞層が2層、小細胞層が4層の6層構造を持つとされる。こうした層の数は、霊長類の種によって異なり、種によっては別の層が加わることもある。霊長類の LGN の模式図、1層と2層が、複側に一致し、 入力する試作の神経繊維と隣接している。大細胞、小細胞、下流細胞の層は、類似する名称の神経節細胞と対応している。小細胞層と大細胞層の神経繊維は、以前は、ウンガーライダーミシキンの複側系と配側系に、対応すると考えられていた。しかし、近年の研究では、二つの処理経路は、 両者の神経繊維を共に含んでいることが示されている。他の重要な網膜皮質経路として網膜死が色がある。これは、上、丘や、死傷枕角を経て、後頭調葉や、内側側頭葉へ至る経路である。M 細胞と P 細胞の分類に加えて、層は、以下のように分類される、英語での簡単な記憶法は、CI、IC、IC を覚えることである。 ここで C はコントララテラルの C を表し、I はイプサラテラルの I を表す。こうした記述は多くの霊長類の LGN に当てはまるがすべてではない。同側と反対側の目からこのように情報を受け取る方法はメガネザルでは異なっている。神経科学者にはこのように一見するとメガネザルと他の霊長類に差があるように見えることが メガネザルが比較的昔に生じた種であり、霊長類の進化とは独立だったことを示すと考えるものもある。視覚において、右側の目は、右視野だけでなく、左視野の情報も受け取ることは、注意するべきである。このことは、左目を閉じればわかる。右目によって、視野の右側も左側も見えるだろう。ただし、左視野の一部は、 鼻によって遮蔽されている。LGN では左右の目で対応する。試合値の情報は積み重なっており、クラブサンドイッチの第1層から6層までトゥースピックで貫いたとすると同じ試合値を6回貫通することになる。LGN は網膜からの入力を受ける。いくつかの生物種では LGN はシフタからの入力も受ける。 LGN から出力される情報は四方線として内方のレンズ角後部を形成する。LGN を出た軸索は V1 へと向かう。大細胞層1から2層と小細胞層3から6層は共に V1 の4層にシナプスを作り、4Cβ は小細胞層から、4Cα は大細胞層から入力を受ける。しかし、下流細胞層は V1 の第2。 3層へ軸索を送る。V1 の6層からは、LGN へフィードバックする軸索が送られる。猛誌の研究により、LGN からの神経投射は、V1 だけではなく工事の資格量野にも及ぶことが示唆されている。猛誌の患者は、ある試合位置での知覚を行うことができないが、こうした患者にテストを行うと、視野内の情報が無意識的に高度されていることが、示される。 このことは LGN からの神経繊維が一時四角やと工事視覚やの双方に投射することを示すと考えられることがある。LGN の機能はよくわかっていない。網膜は中心周辺拮抗処理により空間的無双関化を行うのに対して LGN は時間的無双関化を行うと考えられることがある。 こうした時空間無双感化により、より効率的なコーディングが可能になる。しかし、それ以上の処理が行われていることは確実だと考えられている。支障の他の領域、特に他の中継核と同じように、LGN は視覚系が注意の焦点を特定の重要な情報に向けるのに役立つとされる。このことは、体の少し左側で音が聞こえたとすると、 聴覚系が視覚系に対して視覚的注意を空間のその領域に向けるよう LGN を通じて伝えるというものである。LGN では需要やがより精細化される場所でもある。近年の人をふむり研究によると空間的注意とサッカード眼球運動の双方が LGN の活動を就職するとされる。ありがとうございます。